こんにちは。这是我在我的家乡中国黑龙江省拍摄的第三部电影，也是第三次来到东京这个电影节，非常感谢大家来看我的电影。この作品はですね、私の故郷三部作の三本目にあたります。そしてこのフィルメックスで、ね、来るのがですね、これで3回目なんですね。本当に皆様今日は見に来てくださって心から感謝します。ありがとうございます。まずこれ非常に魅力的な主人公なんですが、この方とはどのような形で知り合ったのかというところをまずお聞きしてみたいと思います。从小我们就生活在一个村里，在七八岁的时候我们就在一起玩，后来我26岁的时候离开那里，在我43岁的时候我又回那里拍电影，这已经有7年的时间了，一直在记录乡亲们的生活。サンニャンズとはですね、もう小さい頃から村で一緒だったんですね。7、8歳頃ですね、よく一緒に遊んでいました。そして私はですね、その後26歳になった時に町へ出て行って故郷を後にしたわけですけれども、それから43歳になりまして、またこの故郷の村に帰ってまいりました。そしてこの故郷でですね、映画を撮るようになったわけでして、それからこの7年の時が流れまして、この7年間にですね、ずっと故郷の人々を記録しています。はい、ということで、ということで、昔からのお知り合いだったということだと思うんですが、なんか久々にこう再会したときに、なんかどう思われたんでしょう。他从小、他父亲参加过韩战、是一个老兵、并且还有过功劳、立过功、然后在中国计划生育的时候、对他家就有了一点优惠政策。所以他的母亲一下生了12个孩子，他有12个兄弟姐妹，所以他家里生活一直很困难。我回来以后看他和他小的时候家里一样贫寒。そうですね。彼のですね、お父さんは朝鮮戦争に参加した兵隊さんだったわけですね。そして手柄を立てたものですから、中国 で, です、ね、一人っ子政策が実施される時もです、ね、子供を多めに産む事業を与えられまして、彼の家はです、ね、12人の兄弟がいるわけなんですね。そして兄弟が多いものですから、なかなか家が貧しかったわけなんです。そして久しぶりで私が故郷に帰った時もです、ね、彼はやはりです、ね、とても貧しい、状態でした。はい、その再開してからこうなんか監督がこうこの人をドキュメンタリーで撮ろうと思ったきっかけっていうのはどこなんでしょう。26岁之前、我在那里也曾经有过这样婚姻的困惑。因为当地的女人少，比例会使很这种比例关系使许多男人都面临着婚姻的这种困惑。我当年在山里的时候，也差点变成了光棍，后来我进城了，所以我对这个问题我始终就很关注。那个村里现在有50多个这样的光棍，有很多人买了朝鲜的女人，后来朝鲜女人都跑掉了，还留下了一些留守的儿童。我拍了很多，但最后集中在了三娘子这么一个人的身上，做了一个爱情故事电影。実はですね、26歳に、の時にですね、この村を後にする以前というのは、私もですね、実は結婚の問題に、結婚相手がいないという状況だったわけなんですね。なんといってもですね、山は男たちばかりでですね、女性の比率がですね、とても少なかったわけなんですね。
ですからとてもあの男性たちはですね、その結婚相手がいないということで困りきっていたわけです。私もあの村にいるときはですね、本当にあの独身男になるところだったわけなんですね。今そのこういう、まあ、独り者の男性というのはですね、今も50数人ぐらいこの村にいるわけなんです。そしてその男たちはですね、あの仕方がないので、あの朝鮮から来た人たちをですね、女性をその妻にお金を出してですね、妻にしているわけでして、その人たちとの間にですね、残された、妻、女性たちがですね、逃げてしまって、その後に子供だけが残っているというような状況が今あります。でまあ、あのサンリャンズはですね、そういう中で、その愛をですね、ずっとその抱き続けているわけですね。実は去年はフィルメッセの独身男という、あのまあ、これは劇映画ですが、あの上映されて、なんかの、まあ、2年連続でしてこういうのあの独身男 の映画をやってるんですが、これはあるんですけど、やっぱりそのある地域というよりも中国全体にあるあの一つの問題というふうに考えていいでしょうか。在東京和中国的北京、上海也有许多这样的光棍，但他们是贵族式的光棍，他们可能习惯了这样的单身生活，或者是白领。而在中国贫困的山区或者是农村，他们是另外一回事，他们是想有一个家，但他们始终就找不到，变成了他们一生的追求和困惑。そうですね、あの東京にも北京にも上海にも、あこういう大都市にはですね、やはりその、まあ、独身男たちがいるわけですけれども、でもこの大都会の、独身男たちっていうのは貴族的な、独身男たちと言ってもいいと思いますね。あのホワイトカラーの人たち、そういうあの好きでそういう、独身生活を続けている人たちですけれども、まあ、中国の、まあ、この映画で見ていただいたような、あ貧しい村で独身男をとなっていざるを得ない人たちっていうのはもう本当にあの気の毒でですね、一生ですね、その結婚したいという希望を抱き続けて、独身のままでですね過ごしているわけです。まあ、全国的なあの貧しいその村落における一つの現象であるわけですね。 I would like to ask about the relationship towards the people in the village, especially the protagonist, was itanother problem to win his confidence and to make him agree to be filmed and to reveal his life, and also the other people in the village. How is the relationship? Are they opening up easily or is it difficult? So, よかったら通訳しますか？あ、村の人々はこのドキュメンタリー撮られることに関して結構抵抗なしで許可を、あの結構簡単に、あ、いいですよ、撮ってください。その辺、ちょっと教えていただけますかって。因为我是当地人，从小在那长大，他们对我还是很接纳的。特别这个同性恋问题，目前在中国也是比较宽容，人们对他，和原来不一样了，所以他们对我的拍摄还是不拒绝，都能够接受。我和他们处得也很好。あ、そうですね。あの私自身ですね、あの地元の人間なのでですね、村の人たちは私のことを嫌がらずにですね、まあ、カメラを向けても受け入れてくれています。そしてまたあの同性愛のことについてですね、いろいろと、まあ、あの知ることになったわけですけれども、そういうこともですね、まあ、同性愛は今はですね、昔と違って割とその受け入れられるようになりました。基本的にですね、私の撮影を村の人たちはですね、あのちゃんと受け入れてくれて、嫌がらずにあのカメラに収まってくれています。 The living conditions in the village seem to be very primitive. At one moment they are I think using candlesto have light for their meal in the evening. On the other hand, I noticed a television set and even I noticed somebody using a cell phone. So, how are these conditions in the village? 生活基準がちょっと極端的で、あるシーンでろうそくつけて
夕食食べてるシーンもあれば、テレビとかなんと携帯電話も使ってるシーンがありまして、その村全体の生活基準について簡単に教えていただけますか。はい、ありがとうございます。目前在中国有非常富有的人，他们那种富有可能超过日本人的想象，他们有几十亿人民币，甚至是更多。但也有很多非常贫困的人群。在一个村庄里也是这样。目前这种不平等充满了整个社会吧。そうですね、現在 の、 その中国の社会におけるその、富める人と貧しい人っていうのは本当に差が大きいわけですね。お金持ちがとても多くなっています。でその富める人 の、そのレベルというのがですね、おそらくその日本人の想像を超えるものだと思いますね。10億人民元の財産を持つ人たちがですね、かなり、いるわけですね。そして一方ですね、貧しい人もものすごく多いということです。それは村の状況、村においてもですね、そういう貧富の差が激しいということは言えます。携帯電話ってなんか割と日本だと高かったりして、なかなかそういうイメージがあるんですが、だから中国だと比較的労働者の方とかこうたくさんよく携帯を持っているのを見かけますが、その辺は何かこうなんか違いがあるんでしょうか。目前中国最贫困的農民家庭，包括乞丐，现在他们都有手机了。这个东西在中国现在已经普及的特别快。今やですね、携帯電話は、貧しい農家の人たちも持っていますし、また町に、いるですね、物乞いの人たちでさえ携帯電話を持っていますので、携帯電話はもう本当に中国全土でですね、普及しています。ですね、ご自身の故郷を捉えたという非常にパーソナルな映画だと思いますけれども、中国のドキュメンタリーの映画というと、やはりこうインディペンデントなものが多いように思うんですが、制作費の面でその資金集めだとか、そういうことはどういうふうな、ご苦労だとか、どういうふうな形になっているのかということと、もう一つはその、ドキュメンタリーの場合、その時系画と比べてその検閲に対しては検閲の場合はその通りやすいとか、そのやっぱり難しいとか、そういうことはあったりするんでしょうか。我本人拍摄电影的资金全是自己拿钱，但这部电影是除外了，它是上海电视台他们有个纪录片频道给我提供了一点帮助，资金都是自己拿钱在拍，我的拍摄的时间成本会更长一些，这部影片拍了三年，关于审查这样的问题，我根本不想和他们合作，我只能是，拍完以后在国际电影节上，和大家交流一下。在中国，我活得很孤独，也没人知道我，我也不想让他们知道我太多，就干自己喜欢的事情吧。国家电影局到底现在在什么位置，我都不知道。はい、一つ目のご質問ですけれども、撮影のですね、資金についてなんですが、基本的にですね、私はこれまで全部ですね、自分でお金を工面して、撮影をしてきました。でもこの作品だけはですね、ちょっと例外で、これは上海テレビ局のですね、ドキュメンタリーチャンネルというのがあるんですが、そこから資金をですね、提供していただいて、撮った作品なんです。そしてまたですね、これはですね、撮影ですね、3年の歳月をかけることができました。で2つ目のご質問で審査、電影局の審査の問題ですけれども、審査に競争とかは全く自分としては考えてもいません。自分が作品がですね、自分の作品ができた後はですね、国際映画祭に出してですね、皆さんに見ていただくということしか考えていません。自分はですね、中国においてはですね、とても孤独を感じています。
誰もですね、自分がこういう作品を撮って、まあ、映画祭とかに出しているということも知りません。また自分自身ですね、それをわざわざ知ってもらおうとも思いません。ただ好きなことをですね、ちゃんとやっていきたいということだけです。そして田園局がですね、どういうふうに、何をしようとしているかということにも自分は関心はありません。はい、まあ、上海テレビ局からのお金で、これテレビではこのバージョンを上映されてるんですか、それともなんか別のテレビ版という形で上映されたんでしょうか。在上海即时频道播出过几次，但那个仅限于他们上海，没有卫星转播。上海のですね、まあエリアが限られているんですけれども、その地区だけでですね、放送されまして、衛星ではですね、まだ放送はされていません。バージョンはこれと同じバージョンなんでしょうか、それともなんか違う編集版。その時のですね、バージョンはですね、50分のバージョンで、かなりですね、変更されています。わかりました。はい、それでは今日はどうもありがとうございました。もう一度皆さんにお会いしましょう。